セアトイビサ、イビサ、シートイビサは、スペインの自動車会社、セアトが製造する、3、5ドアハッチバック型の小型乗用車。フィアットリトモの姉妹車セアトロンダの足回り、サスペンション及びエンジンブロック等の部品を流用し、1.2リットル及び1.5リットルのエンジンを搭載。外装デザインは、ジュージアーロ、パワートレインはポルシェ。 車体構造はカルマンがそれぞれ担当し1984年に初代モデルが発表された。ターボ装着も計画されていたが採用されなかった。発売当初の製造品質の評価は高くなく、エンジンやステアリングは鈍重とされ、スイッチ類の使い勝手の悪さも指摘された。大ヒットした VW ゴルフの2代目に非常によく似たデザインが採用され、 丸めのゴルフをつのめにしたような非常にスッキリとまとまったデザインだった。パワードバイポーシュと記載された横長ステッカーがリアウィンドウ上部に標準状態で貼られている。この初代は5年後の1989年、さらに2年後の1991年と2度のマイナーチェンジが行われ。日本への輸入は1989年以前のモデルでエンジンは1.2と1.5リットル。 グレードは1.22あと 1.5GLX。色は赤と黒だった。並行輸入車の業界団体、外国自動車輸入共同組合、ファイアが合計数百台輸入し組合加盟業者により販売された。販売台数は公表されていない。1993年5月のバルセロナ国際自動車賞で発表された。初代から継承されたのは社名のみで、 車両そのものはこの年に、セアト資本のほぼ100%を所得した、フォルクスワーゲンの技術で開発され、格段のレベルアップを遂げたと評価された。精悍なハイデッキプロポーションの外観は引き続き、g ジアーロが担当している。エンジンは、VW の1.05から2リットルが、サスペンションはゴルフから前輪用ストラットと、後輪用トーションビームが流用された。 ドイツの技術とラテンのセンスを合わせ持ったモデルと評され、ヨーロッパ全土で成功を収め、1996年には、TD ディーゼル仕様、110馬力仕様もあったや2リットル DOHC16、バルブ、150馬力エンジン搭載のキュプラ、クプラ、カップレイシングからスポーツなどのバリエーションも登場した。1999年夏に、大掛かりなマイナーチェンジが実行された。 三分割グリルによりさらに正感さを増したフロント部、全く新しいダッシュボードデザインなどのデザイン変更という見た目の部分の変更陰で、ボディの安全対策強化と部品リサイクル性の向上なども含め、多岐にわたって改良が施されていた。エンジンでは1.0リットルから1.8リットル DOHC、20バルブターボまでが準備されより多彩になった。 1.4と1.6リットルには16バルブエンジンが採用されている。商用トラブとしてホイールベースを 2601mm に延長したインカ。2001年末、イビサは先代モデルからの基本構造とエンジンバリエーションを継承したフルモデルチェンジを行った。最初に目につくのはスタイリングでアルファロメオのチーフデザイナーだった。 ワルテルでシルバが参加した肉感的なデザインとなった。室内や装備等も安全装備の充実等、時代に合わせて刷新されたものになっている。サスペンションはセアトが ASR、アクティブスティリングレスポンスと名付けた、硬いショックアブソーバーと柔らかいバネを特徴としたコンセプトが採用されている。2003年。 イビサ最強モデルであるクプラが1.8リットルターボ180馬力と1.9リットルティディディーゼル160馬力仕様としてモデルチェンジされ外観もより高性能版としてのアピール性を高めている従来からの1.8リットルターボ150馬力となった仕様はクプラに次ぐ高性能使用車、FR フォーミュラレイシングの意となった あとにターボディーゼルエンジン TD 車も改良され、1.9リットル130馬力 TD エンジン仕様として FR に追加されている。2008年に登場した4代目モデルは、フォルクスワーゲンポロやシコダファビア、アウディ A1 とプラットフォームを共有する。スタイリングは、ルク・ドン・カーボール家によって手掛けられた。エンジンは 1198cc が 70CV。 1390cc が 85cv、1598cc が 85cv、1422cc が 90cv、1896cc が 105cv となる。スポーツモデルのクープラは1.24リットルのついに7足 DSG を組み合わせている。2012年にマイナーチェンジを実施し外装やグレード体系を変更。 ガソリンエンジンは 1197cc の値、1198cc の自然吸気仕様、1390cc のツとなり、GPL 仕様では 1598cc となる。ディーゼルエンジンは 1199cc、1598cc、1986cc、いずれも TD となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。